アスカです。ラバンドベリーです。12歳 ?13 歳。あ、そんな早いぐらいです。自分の先生に出会ったのがそのぐらいだから、多分そのぐらい。高校1年生かな？高校1年生の時に、なんかノアの池袋ノアで、普通にノアを大会しようと思ってて、ダンス一旦休憩しようと思ってたから。へえ、それ初めて聞いたかも。あ、そう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 。でその時になんか阿部光さんがまだエースタ、池袋のエースタで鏡張りって全員見えるところでレッスンしてて、でなんか普通にこう大会届みたいなのをこういう風に書いてる時にパッてこうやってみたら、もうすごい動きをしてて、阿部光さんが受付の、あ、そう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 、あそこですっごい動きをしてて、鏡越しに、うん、え、なんだこれはみたいな、な、見たことないみたいななって、で、あ、ちょっと一回辞める前にこの先生受けてから辞めようみたいな感じで、その次の週に受けたら、なんかずっと先生になりましたいいね、勝手に筋肉がつきます勝手に筋トレ。なんかありますか？なんかありますか？あ、でもなんだろうな、自分が好きな曲使いやすいなって思う。あ、まあ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 、そうかもね。そうそうそう。そうですね。曲、結構自分の好きな曲がファンク向けな曲が多いかなって思うから、そういうのを楽しめるとか。なんか自分、私はもう自分の体型とか体の柔らかさに合った振りが作れるのがでかいかも。楽なんですよね。確かに。ファンク作ってる方が。確かに。スラスラ作れる。料理ができない。料理ができない。できる。今日もパスタ作ったし。本当？料理ができる。できる。めっちゃこわもてだから、多分結構。怖いって思われてるんですけど、あの挨拶だけちゃんとしとけば、うん、優しくしてくれます確かにそうかも。確かにそう。優しい。あと、なんだろう、人の世話、人のお世話大好き。人の世話したがりだから。したがり。最初挨拶してくれたらもうずっと世話したがりだから大丈夫。あ、あと犬が好き。あ、犬が好き。アスちゃんは、あ、動物に詳しい。面白い振り付けで、はい、かわいい衣装で、うん、複雑な構成だけど見やすい構成、うん、あと何？そうですね、まああと見てるお客さんがワーオってなればいいよね、うんうん、なんかすごいエンタメ性じゃないけど、やっぱ見て印象に残る作品を作るのは心がけてるのと、あとはなんだろう、自分たち振り作りの時も結構ね、あ、それ見たことある、それ避けた、うん、とか結構なんだろうな、自分たちにこうプレッシャーをかけて作品作りとかワークショップの振りは作ったりすることが、そうだね、生み出すっていうのを頑張って2人で割とオーディーしながらもそうだ、ね、やっていきます。構成とかも衣装、はい、もうね、誰かの真似ってよりかは自分たちが真似されるように頑張ってやってます。そう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 。あんま頑張るのが好きじゃないんで、適当に頑張る、うんうん、これ私の秘訣です。そうですね、これ大事頑張りたくないから頑張らなきゃいけないんだけどね。頑張るときは頑張って。頑張らなきゃいけないんだよ。そうだけど、頑張れないから適当に頑張る。でも頑張ってます。はい。個人的には自分のカラーを、豊富にっていうか、アスカちゃんといえば何々とかじゃなくて、アスカちゃんといえば何とかと何とかと何とかもあるみたいな感じに手数を増やすっていうか、まあ自分、それが自分の多分魅力じゃないけどいいところだと思うから、なんか全部をあんまり100点を1個とかよりかは
なんだろうな、80点をこういっぱいじゃないけど、そういうのこれよとかは、そういうのを心が受けてます。仕事だよね。あ、でもこうとも思った、なんかこの間ね、仕事初めて2人で、そうそう、夏美先生もオーガナイザーの夏美先生もお手伝いしてくれたんですけど、なんかお仕事をね、するとまた違う感じが全然違ったね。そうなんで、まあ、振り付け自分たち2人でも振り付けを結構押して、作品とかを押していってるから、うん、まあ、それがね、アーティストさんとか、まあ、いろいろお仕事につながっていけるように挑戦したいね、プッシュしていきたいなって思ってます、うん、ジャズパンって感じで、はい、あ、でも2人のショーケース結構どっちかといえばちょっとヒップホップもね、うん、今回のネタは混ざっているので、ジャズファンクのカラーも出しながら通常のちょっとヒップホップ混ぜた感じの2人のショーケースを楽しんでいただけたら。そうですね、じゃあちょっとヒップホップの感じも興味持ってもらえたらこうと嬉しいな、うん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 、って感じで、はい、お願いします。お願いします。ジャズパン。11月19日。ジャズパンク。ボックス見に来てね。